クルノフ公国はシロンスク公国軍の一つ。首都は現在チェコの一部であるクルノフ。クルノフ上公国は1377年に高チシロンスクでチェコのプシェミスル町の支配下にあるオババ公国と共に1327年からボヘミア王国の報道となっているラチブシ公国の分割により創設された。1365年にオパバ,バ コーミクラーシュ二世が死んだ時、彼の息子たちは遺産分けをして最年長者のヤニ一世がラチブシュとクルノフの公爵となった。1385年に彼の後継者はクルノフ公国をピャスト家のオポーレコーブアリスワフオポルチクへ売却したが、1392年に回復した。しかし1474年、プシセミスル家はクルノフをハンガリー王で ボヘミアの対立王、マテアス・コルビヌスに奪われた。ブラジスラフ・やゲロンスキーが、ボヘミア王として勝利した後、占領した広告を返却する意図はなく、彼の秘書官、ヨハン・フォン・シェルンバーグにその領地を与えた。1523年に、ブランデンブルク・アンスバッハ編強迫・ゲオルクは、クルノフを手に入れ、続いて1532年にラチブシュも手に入れた。シュレージエンにおいて、 方園ソレルン家の影響力が増大していることについて1526年にボヘミア王となったハプスブルク家のフェルディナント一世に疑い深く見られていた。それでも1620年の白山の戦いの後で新生ローマ皇帝フェルディナント二世がボヘミアの領地を没収するまで方園ソレルン家は広告を保持し続けることができた。フェルディナント二世の支持者で1613年以降 オパバ公となっていた、リヒテンシュタイン公、カール一世は、クルノフを授かり、1623年に両公国は合併した。ありがとうございます。